指下にしたことによってちょっとこういう構えになったの。あ、はい、汚くても問題ないし道具側を合わせていく練習でフライト試せるから。こんにちは。こんにちは。コメントの方で質問が来ていたので、はいはい、読み上げていきたいと思います。読み上げていきたいと思います、はい、と彼は言いました。僕は言いました、はい、英語の教科書みたいな会話なのでいつも楽しく見ています。自分はフェニーで20ぐらいあるのですが飛びが悪すぎて悩んでいます。ソフトでは2ラウンドに1本は弾かれますし、ハードに至っては大概1本も刺さりません。飛びを直したらダーツがさらに下手になるんじゃないかとなかなか踏み出せません。何か案をお願いします。いや、フェニーで20って上手くね。いや、うん、と思った。うまくない？うまい。もういいんじゃない、それで。うまい以上。うまい以上。違う。うまい下手で悩んでんじゃん。刺さらない問題はまあ、まあ、レーティングに限らずあるよな。帰りたくなるよな、あれ。2ラウンド連続で右隣に飛ばした時も帰りたくなるよ。うわっ。もうあのね、投げるのが怖くなっちゃう。もう刺さんない時は、まあ、俺なんか前の動画でも言ったんだけど、うん、まあ、一番簡単なのはセッティングを変えることだと。おっしゃってましたね、その時も。今何使ってるのかにもよるけど、まあ、変えることだ。小さいフライトだったら大きいフライトにしてみたり、大きいんだったら小さいのにしてみたり。これね、小さいフライトってなんか飛び綺麗な人専用なオーラ出てるけど、まあ確かにね、まあ、要はフライトが変わるとさ、そのボードに刺さるまでの投げてから、うん、矢の軌道が変わるわけじゃん。その面積が変わるから、うん、だからね、小さくしたことによって刺さるようになるケースがある。より暴れるんじゃないのと思うし、実際そうなんだけど、それが逆にこうちょうどチップがボードに対して垂直な角度で行くようになるケースがあるよね、逆に。だスタンダードのフライト使ってたせいで斜めぐらいだったのが、小さくしたことで逆により暴れる、もしくは逆に暴れないっていうか、なんかワンパターンな乱れ方してこうちょうど刺さるようになったりとかすることがあるんで、要はこう暴れ振れ幅が変わる。ボードにちょうど行くときにまっすぐ向くようになることがあるってことがある。要は例えばスタンダードで投げてて、うん、こうバチンみたいだったのが、うん、そのフライトを細くすることで一回のこのちょうどそうここでパンって行くようになったり、刺さったりすることがある。そうなんだ。からそれを探すのにセッティングをこうちょっと変えてみるっていう。そうだね。フライト変えたらもうまるで変わりませんやんだったら、シャフトの長さ変えるでもそう、まあ、要はダーツの形状を変えることでチップに刺さるこう、ね、入射角っていうんですかね、ボードにね、ボードにをいじるのが早い気はします。なるほど。ダーツというか道具側を合わせていくっていう、うん、いやだってやっぱり自分の本体を変えちゃうとさ、だ本体に原因あるように思うし、実際そういうリリースをしてるからそういう飛びになってるわけだから、俺が悪いんだなって思っちゃうんだけど、いやいやお前らや悪いのこれ道具ね、うん、これ道具ね、お前らでしょ悪いっていうパターンもまああり、楽だし早いと思うし、道具揃えるのにお金かかるけど自分をいじらなくていいから楽っちゃ楽やもんね。そうなんよな。それによって刺さるようになるっていうケースがあるし、それだったらまあ一番幸せっていうか楽じゃん。うんうん、そのまんまで刺さるようになるんだったら別にそれでいいと思うし、まあだから刺さんないよっていう人はまずセッティング変えてみましょうっていう感じ。まあただ実力というかレーティングはそのままでっていうわけにはいかないと思う。あ、そうだって物が違うんだから全く同じにはならない。ブルの上に刺さりがちになりましたとか、下に刺さるようになりましたとかっていう微弱なズレは絶対あると思うけど、まあ、結局投げてる間に合わせるようになると思うからあんまり気にしなくていいと思うけど、まあなんかちょっと一瞬レーティング下がったりしても気にしなくていいんじゃないかなって感じがする。変えたことによって、うん、だ刺さるようになったし投げ方もそのままだけどレーティング動いたやないかっていうことにはまあまあまあ当然っていうか、まあ物理的に考えたら当然なるよ。だから本体側も結果としてちょっとは変わることになると思うけど、自分自身の投げ方っていうか、まあそうと結局はそのまあ俺も昔そうだったんだけど、こうやって出しちゃってるみたいなダーツを、はいはい、だからこう飛んでっちゃうみたいな、だからこういう飛びになっちゃうみたいなね、はい、だからこっち側を直したいんだったら俺は中指を上にしてた時はこうやって出してたんだけど、まあ、それを中指下にしたことによってちょっとこういう構えになったね。ああ、はいはい。だからリリースのタイミングにダーツがより正面向くようになったから飛びが
ことはありました。なるほど。からグリップを変える、中指、上下を変えてみるとか、そういうレベルの対策もあるが、はいはいはい、まあグリップを変えるということは、ね、もう別の人ですから。出た、うん、別の人になっちゃいますから、まあ自分がこのレーティングをどれくらい動かしたくないのかっていうことにもよると、はいはいはい、来週ビッグトーナメントなのに今やるっていうパターンもあるかもしれないし、いや別にそんな関係ないです、常に成長を求めてるんだよっていうんだったら別に誰だ明日今日から変えてもいいかもしれない。まあそこはおのおの、まあそんな言わんくてもわかるか、まあね、わざわざまあだからグリップを変えるっていうとちょっとあれだけど、まあ、俺の場合はグリップを変えたことで飛びは変わってる、ね、まあ当然そうなんだけど、だから自分がえ、ちょ待って、これ俺の肩の可動域的に俺これ無理じゃねってずっと思ってたのよ。どう頑張ってもダーツを正面に向けて出すにはもうこうなるで俺みたいな、無理やんって思ってたけど、そうじゃなかったってこともあるから、まあグリップ変えてみるっていうのもまあ一個っすよねって感じだから、まあセッティングとグリップですかね。はいはい、まあ、セッティングの方が簡単というか、ちょっとグリップは怖いし、ね、セッティングに関しても、まあ沼ではないんだが、はいはい、まあ、例えば周りにそういう人がいて、後ろ軽すぎるんじゃないとか、お後ろを重くしてみた方がいいよとかっていう人がね現れる可能性もあるが、うん、俺のおすすめはシャフトの長さだけ変える、もしくはフライトの大きさだけ変える、はいはいはい、の2個で一旦様子見た方がいいと。でこれ俺カーボンだからアルミにした方がいいかなとか、はいはい、ジュラルミに行くかとか後ろ重くした方がいいもんなみたいなのとかやりだすとね、まあそれがおもろいんだけど、うん、まあだから別に楽しみ方としてはいいと思うけど、セッティング沼にはまるのが嫌だっていう人はシャフトの長さ、ライトの大きさ、どっちかぐらいの、どっちもぐらいのテンションでいていいと思う。それで絶対飛び変わるから。飛びが汚いとかっていうのはね、リリースした瞬間の夜角に依存はするんだが、別に汚くても問題ないし、そうね、だって毎回同じ飛びしてればいいんだから、別に刺されば問題ないし、まあセッティングとかでいいんじゃないですかなって感じですかね。でよく聞かれる、刺さんないんですけど、どうしたらいいですか。それはもうみんな悩むでしょ、刺さんない人たちは。そう、気使うしね。俺は毎回フライト小さくした方がいいって言ってる。大きいフライトでも刺さんないのに、ちっちゃいフライトで何バカ言ってんだって思うかもしれないけど、逆にっていうこともあるよっていう。そうね、もちろんベチンの可能性もある。いやーもちろんありますもう制御がもうその時このまま違ったなと、違ったなって段階踏んでもいいかもしれないし、あと今ダーツハイブとかだったら、うん、全種類フライト試せるから。そうなの。手動で、そう、手動用フライトっていうかセッティングがあるんよ、はいはい、なんかフィットも L もあるんよ、まあ、全部なのか分かんないけど、ほぼ全部大きさも。だそれ投げてみて、これやなと。死闘マジック怖。マジックじゃ、まあ、どうなんでしょうね。まあでもそれもやってみないことには分からんし。いやでもその指で触れてる部分じゃないから、死闘マジックみたいなのはねあんまないと思う。おお。まああるんだとしたら違う投げ方になってるってことだ。まあまあそういうことだよ。まあそれが死闘マジックでもあるから。ですよね。まあ別に750円とかじゃないですか。フライトなんて、まあね、750円が捨ててもいいお金だってことではありませんよ。はい、まあ、ただ。うん、まあ、ダーツを楽しむ上での750円だったら良くないですかって話だ。そう、まあ俺は良いと思ってます、はい、この方さ、ソフトだったら2ラウンドに1本弾かれて、ハードに至っては大概1本も刺さりませんって書いてあるの、うん、珍しくない。いやだから、もうだからそれがまさしくよ、スティールを投げるってことは、まあコンバージョンなのかスティールのダーツ使ったのか分かんないけど、まず距離が違うから同じだったとしても入射角は変わってる、うんうんうん、プラスダーツのもの自体の重さと重心が変わっちゃってるから違う結果になるってことで、ね、だソフトは刺さるけどスティールは刺さない。あーー、スティールの方が刺さりやすいはずだからね、うん、知りませんよ、 PDC の舞台とかまでの話をすれば分かんないけど、うん、っていう感じですかね。はい、まあ、フィル・テイラーもソフトダーツ何本か弾いてたし、ね、あ、そうなんだよね、フィルも弾かれてるし、それは当然俺も弾かれるよね。ありがとうございます。ありがとうございます。